ジの今日のゲストは階段最強戦の オーガナイザー住倉カオスです。ウォイエーイ。今日お呼びいただきまして、いやまさかねコラボできる気が。今日ねお土産あるんですよ。あれ？おなシャンパンみたいな、シャンパンみたいなチョコレート。チョコレート、うわー、いい。こちら、かわいい。今のこの階段の、このイベントとか、このブームを作り出した立役者とも言ってもいいぐらいなんじゃないですか、カオスさん。僕、うん、そう、カオスさん。いや、そんなことないでしょ。そんなことないんですか。いやでもその、自然発生的ですよ。そのでも台風の目の一人ではいますよね、絶対。うん、それこそだってね、うん、最強戦とか、うんうん、多分その一番最初の時は、はいはい、そこまでまだ、みんな最強戦って感じじゃなかったんじゃないですか。わかんないですけど。これ今年でだから5回目かな。でも最初の年に、なんかな、大桑さんってあるじゃない、はい、おしゅんさんがやった、はい、あ、同じ年なんですよ。はい、で、それまでになんかその、階段の、なんかこう、やつは、階段グランプリと階段王さんがあったのかな、あったんですけど、なんかちょっとそれはまあテレビ番組の企画みたいなところがあったんで、はいはいはい、なんか広く一般に応募するっていうのは、うんうんうん、最強戦が始めてたのかもしれないですね。だからその、やっぱりこう、階段のやっぱ重鎮というべくカオスさんと、こうやっぱ最底辺の中の最底辺の夏目は、実は昔から知り合いだったというね、こういうちょっとね、本当は俺、すごい人と知り合いなんですみたいな、まあ、とにかく言いたいわけ。言いたいわけ、とにかく。いや、ほんとこう、台風の目のね、うん。一方的なやつじゃないですよね。一方的で、俺が知ってたとかじゃないの。あ、俺だけが知ってて、カオスさんは、会いましたっけみたいなんじゃないのよ、うん。実はもう10年以上前からカオスさんとは、知り合い。はい。まあ、お仕事の関係でね、うん。知り合いだったし、実は、学校が一緒なの、ね、そう。そうですよね。うん、日本、僕とカオスさんは、名門。はい、名門。言いましたね。言いましたね。名門。これ初めて聞いたわ。名門の、まあ、今日本、大学になってますけど、はい、日本映画大学になってますけど、昔は日本映画学校ってね、うん、いうね、専門学校だったところの、まあ、先輩になってる。カオスさんが。そうです。まあ、だから映画の学校つと、日本映画学校か、日芸の、うん、そうですね。映画学校か、はい、大阪芸大の。そうですね。先輩ってどのぐらい離れてますっけ、まあ、4つ、5つぐらいですか。僕5期。僕5期です。僕10期ですね。あ、じゃあ5年離れて。5年ですね。そうなんですか。はい。なんかあんまり感じないですね、年の差を。お、一緒ぐらい。うん。嬉しいなぁ。そうなんですよ。だから映画学校で一緒っていうのもあるし、はい、やっぱ十数年前から、ちょっとこう。そう、お仕事をお願いして、ね、僕が出版社時代に、うん、映像系の仕事で、ちょっと紹介してもらって、夏目さんにお願いしたりとかね、してました。だその時だからまだ日本映画学校出身とかも知らなくて、うん、普通にもカオスさんは、普通にこう、お仕事の先の人っていう感じ、うんうん。そう、なんかもう本当に仕事の関係ですよね。そうですよね。メールでこういうこともお願いしますみたいな。なんかねえ、なんかちょっと世間の狭い感じしますね。いや、本当にそう。うんだけどやっぱカオスさんと知り合っても、カオスさんがそういう、まあ、階段とか、だから俺、まあ、第1回とかの時の、うんうん、階段最強戦の時とかは、まだちょっと勉強不足でね、そうし、はい、そういう階段のそういうのがあるっていうのも知らなかったもん。ああ、私も知らなかった。でもね、僕もね、僕それこそなんか今、階段みたいななんかことやってる風ですけど、はいはいはい、階段のその、なんていうかな、日本の階段の中で、こう、稲川先生、はいはい、稲川淳二さん、はい、とか、あと、つまみ枝豆さんとか、はい、の中で、いろんな人がこうやってきたのあるけど、うん、僕ね、外からポンと来たみたいな感じなんですよ。なるほど。僕、映像系をやってたから、はい、コンビニでほら、心霊映像とかを夏になると出すのやってたじゃないですか。はいはいはい、ああいうのをやってた関係で、うん、だんだん階段の方に近づいてきてたんだけど、うんだけどね、だから階段の流れがずーっとこう、アマチュアの
階段の流れみたいなのがある中に、はい、僕全く関わってないんですよ。だから結構だから階段の中では新参な感じはあります、ね。だから本当にあれですよね。なんかこう本当にオーガナイザーとしていきなりポンと やってきた。でもまああんま心霊と階段っていうのもなんかまあ離れているようで離れてないですもん ね。要はね、そういう話をするのが階段っていう感じですもんね。うんうん、要は。あ、カカオさん的にはその階段をじゃあなんか。自分の階段のに関わろうみたいなになった、その、きっかけっていうのは、じゃあ誘われたからっていう感じなんです。それとも、もともと好きだったんです、階段自体は。階段というものは。さっきも言ったんですけど、その心霊の、僕雑誌社に勤めたんですよ。うんうんうん、それで、その中で、こう、例えば、殺人事件の現場とか、うん、そういうことをいろいろ行く中で、ちょっとその、心霊っぽいことが起きたりしてたんですよね。うんうん、で、それが面白いから、それを映像にして発表したりとかした中で、中山、あの、新耳袋って、はいはい、あの、有名なね、階段の袋で、はい、中山一郎先生と、あの、木原さんと、があって、映像で、その二人に関わるようになったんですよ。うんうん、で、それから、ちょっと階段の人たちとちょっと関わって、本当にちょっとね、うん、あの、階段社さんとか、うん、同じ DVD に出たりとかしている中でね、僕がね、今もやってるんですけど、100万人の怖い話っていう YouTube チャンネルを、はいはい、あの会社の仕事で始めたんですよ。うん、で、それはね、何でかっていうとね、怪談を話す人じゃなくて、心霊体験をした人たちの体験談を集めてるサイトだったね。うん、で、それでいろんな人に喋ってもらったんですけど、うん、その人たちは怪談を喋ってるわけじゃなくて、自分の体験談を話してるだけなんですよ。うん、確かに。だからその怪談が好きな人とかっていうのはまずいなくて、はいはい、で、その中でそれを続けてる中で、ちょっとね、階段を話す人がちょっと関わるようになった。うん、それがな、響き洋平さんとか、はい、ありがとうの亜美さんとかがちょっと関わるようになってきて、で、だん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 ですよね。で、その中で僕がなんかその、あ、階段を語るっていう文化があるんだと思って、うん、僕はちょっとドキュメンタリーみたいなアイデアやってたんですけど、はいはい、で、その中で、あ、面白いなと思った中で、なんかみんながこういうの番組とか意外とやってなかったんで、はいはい、大会とかやってなかったんで、うん、やったら面白かろうと思って始めたのがきっかけなんですよ。すごい。僕はだからその僕も怪談語ってるように見られがちなんですけど、はい、僕はねなんかその取材の中で起きたことを、うん、体験談を皆さんにこうレポートしてるっていうぐらいで、うん、怪談をこうちゃんと話してるっていう意識はあんまないんですよね。でもだからちょっとこうカオスさんってこうなんつうかね、ちょっとしたまあ仕掛け人というか、うん、ちょっとやっぱそういうやっぱ目線があるんですかね。ちょっとこう何かこう新しいとこうまあ今こうなんつうんだろう、そう賞レースみたいなところがないところに、そうですね。なんかどっぷりっていうよりか、自分がなんかプレイヤーとしてどっぷりっていうよりか、そういう場を作って盛り上がったら面白いなみたいな、そういうのとかありますよね。あとだからその階段をね、みんなが人集まったらこう連鎖して階段話すのって当たり前にあるじゃないですか。はい、でもそれがテレビ番組になると3人ゲストがいて階段師をやって、さあじゃあ順繰りに階段してもらいましょうみたいになっちゃうのが多かったんですよ。はい、だからなんか普通にその階段階っぽいスタイルでやったら面白いんじゃないかなみたいので、カタルシスとかできたりとか。それ、じゃあカタルシスも、いわゆるこう、うん、そういうスタイルでやろうっていう、ちょっと、あったんですか、そういうのが。カオスさん発信でそういう企画のがあったってことなんですか。あ、なんかね、呪術つなぎをや、呪術つなぎをテーマにやってみる。あ、あれは完全にそうです、ね。ああ、そうなんですね。完全にそうですね。だからその見せ方とかは、はいはい、その階段の一個一個の内容は話す人によっていろいろ違うけど、はい、それをどうやって聞かすかで、なんかその聞く人の世界への入り方とかが変わってくるから、うん、同じ話でも、スタイルが違ったらちょっと違ったふうに聞こえるじゃないですか。いや、でもね、今俺気づきました。やっぱカオスさんってそう、本当に、オーガナイザーですね。いや、私も今聞いてて同じこと思った。今俺思った。なんか発想力とかがもうオーガナイザーですよ。そう、やっぱり、だって普通に、方向性とか普通にやっぱり術つなぎって普通の話の中ではあるのに、それを番組にしたらどうなろうって考えつかないんだよね、みんなね。うん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 。イベントをやるときに、カオスさんは一番何を初めに決めるのかとかって、一回聞けば。めちゃめちゃ聞きたい。何を聞いて、何を決めてから、これを決めて、これを決めて、これを決めるみたいな、それあるんですか、やっぱり。三つ基準があって、三つ、その三つ、その、
イベントによってです、はいはいはい、まずだから人が大事な時っていうのは、はい、そのキャスティングってありますよね、はいはい、それキャスティングがなんか頭に浮かんでその意味のあるキャスティングをしたいなと思うんですよ、うん、ただ単に人気がある人を集めてるより、はいはい、なぜこの人を呼んだかっていう理由が自分の中である時にはまずキャスティング、はい、でそうじゃない時もあって企画まず企画、うん、あのまあ最強戦なんかはそうですよね、まず企画、はい、こういうことをやってみたいっていうのがあって企画で、それとはまた別にね場所っていう時もあるんですよ、この場所で何かやりたいみたいな。なるほど。うん、でもね、今3つって言ったんだけど、それのまず大前提に、お客さんっていうのがいて、はい、お客さんに何を感じさせたいかっていうので、それが人なのか場所なのか企画なのかで。なるほど。だから、その、そうかそうか、お客さんを最初に想定します。うん、それでお客さんが来た時に、帰ってこのイベントを見て、どんな感想を抱いて帰っていくのかっていうのをちょっとイメージする、ね。なるほど。深い。どんなイベントもそうなんですけど、僕、はい、お客さんの満足度がまず一番上なんですよ。うん、その、僕の中ではね、やっぱね、あの、お金もらうっていうのがまず、はいはい、ちょっと前提としてあるので、はいはい、だったらもうとにかく満足して帰ってほしいっていうのがあるんで、で、それはでもどういう満足度かっていうのは、場合によって違うじゃないですか、季節によって。はいはいはい、それからですね、お客さんからですね。勉強になる。僕はもう、なんつうのかな。変な意味で、なんかこう、仕事っぽいというか、なんかちょっとあるじゃないですか。はいはいはい、なんかそのもう、企画をすることがもう自然なので、うんうんうん、あの、なんかついそういうことやっちゃうというか、その純粋に、みんなと階段語りたい。もう僕の階段を聞いてほしいって純粋に動くことが、まずないから。まあ、初期衝動ね。初期衝動も大事ですからね。うん、確かにね。いや、川瀬さん、僕もちょっと一個聞いてもいいですか？はいはい、僕あの、Y 階段っていうのを、出ました。もう3回やってまして。あ、もうそんなにないですか？もう3回やってるんですよ。3回もやってまして、うん、まあ、オンラインのイベントで、はいはい、で、ほら3、4ヶ月に1回ぐらいやって、もう3回やってるんですけど、うん、やっぱり広がってかないなっていうのが、もう3回やったところの印象で。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイバーイ。ダスダス。